はい、こんにちは、梅野です。本日は藤の花の取り方をご紹介したいと思います。はい、では1枚目はここの藤の花を取っていきたいと思います。チューリップのお花とかが同じで、藤の花も上から下に垂れ下がって生えてますので、縦構図で切り取ってあげて、藤の花のこう形っていうか、そういうのが分かる写真にしていきたいと思います。で、背景葉っぱとかがいろいろあるんですけど、望遠レンズで撮ることでボケて、まあ、色の要素になるのと、こう反射光、葉っぱに反射している太陽光がボケると玉ボケになりますので、そういう感じで撮っていこうと思います。はい、カメラを設定していきます。 F 値は6に設定しまして、6がね、これ開放になります、望遠レンズなん で、 でその場合でシャッタースピードが320分の1秒出てます。焦点距離がだいたい250か260ぐらいなので、手ブレしないので、 ISO 感度は100で OK です。それではこれで撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。縦構図で切り取ることで、藤の花全体を入れることができました。で、背景の山の部分はもうボケても緑色、色の要素だけになってますので、で、あと太陽光が、まあ、反射してくれているところが玉ボケになって撮ることができました。玉ボケになってくれることで、ちょっとこう写真が華やかになるのと、藤の花の紫と背景の緑が対比して、藤の花がより際立ったんじゃないかなと思います。そしたら次撮っていきましょう。はい、次は魚眼レンズを使って撮っていきたいと思います。魚眼レンズ持ってない方は超広角レンズとかでも代用が効くと思います。ローアングルから上の方を向けて、シンプルに、ここに電柱が立ってますので、この電柱をセンターにして、ここを画面の中心に持ってきて撮ります。そうすることで、こう迫力と、あと太陽も映り込むので、ちょっとこう太陽が降り注いでる感じに撮れると思います。はい、カメラを設定していきます。このレンズマニュアルのレンズなので、F 値は11に設定しています。で、焦点距離が 7.5 なので、シャッタースピードが250分の1秒、出ていたら手ブレしないので、 ISO 感度100で OK です。それではこれで1枚撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。まあ、電柱をセンターに置いて、で、この魚眼の集中するところをど真ん中に持ってきています。垂れ下がっている藤の花がよりこう伸ばされて迫力が出ているんじゃないかなと思います。で、後ろの太陽も画面に映り込むことで、上からこう降り注いでいるような雰囲気を出すことができました。そしたら次撮っていきましょう。はい、次は藤の花、基本的に真上に咲いていることが多いんですけれども、足元も見てみると、藤の花の枯れたのがいっぱい積もってますので、これも撮ってあげると結構いい写真になります。で、今見てるみたいに、こう木漏れ日が差しているところで撮ってあげると、より印象的な写真を撮ることができると思います。はい、じゃあちょっと下がってきまして、やっぱり散らばってるんですけど、やっぱ暗いところ一辺倒で撮るよりは、ちょっとこう光が当たってた方が綺麗に撮ることができると思います。で、この葉っぱがね、多分いい仕事をしてくれるんじゃないかと思いますので、これを3分割の交差点の右下に入れて、ハイアングルから完全に、なんていうかな、俯瞰地点っていうんですかね、真上から撮っていきたいと思います。はい、カメラの設定していきます。
F 値は開放 2.8 よりちょっと絞ってきて F 値4にしてあげることでより解像感を出して撮れます。シャープな感じで撮ることができますね。でその場合で、シャッタースピードが125分の1秒出てまして、焦点距離は70ミリで撮っていきますので、手ブレしないので ISO 感度は100で OK です。で明暗差ははっきりと出したいので、露出値はマイナス2に設定して撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ハイアングルから地面に落ちてしまった藤の花を撮りました。で露出値をマイナス2にしたことで、よりこの木漏れ日のハゲの部分と光が当たっている部分が明確になるのと、ちょっとしっとりした感じで撮ります。で藤の花結構短いので、最低期間が、まあ、その儚さを出すという意味でもマイナス2にして暗くしてあげると、そういう雰囲気で撮ることができます。はい、最後は逆光で撮ってみたいと思います。ここに藤の花がありまして、で、今ちょうど1時ぐらいの時間帯で太陽が真上にいます。でこう隙間から太陽も入れてあげることで、太陽のこの光条を出しつつ逆光で撮ってみたいと思います。はい、カメラを設定していきます。で太陽の光をこうキュピンってさせるのは、 F 値を大きくすることで、キュピンとさせることができます。でなので今回はもう最大の F22 に設定して太陽の光条を出していきたいと思います。でシャッタースピード F 値24にすると遅くなるので、ISO 感度オートに設定してまして、560まで上げることでシャッタースピード60分の1秒で出るようになってきます。でここに表示がありますけども、オートブラケット撮影、露出値の異なる写真を複数枚撮って後で合成するっていう撮り方で今回撮っていきたいと思います。はい、でオートブラケット撮影っていうのは、だいたいメニュー画面のどっかにあると思うんですけど、撮る枚数何枚にしますかっていうのと、それぞれ露出値どれぐらいの差で撮っていきますかっていうのを設定することができます。で今回撮っていくのは、3枚の写真を露出値が1ごと異なるマイナス1プラマイ0プラス1の写真を撮るという設定で撮っていきます。はい、といった写真がこんな感じになります。逆光で藤の花が透けているのと、 F 値を22まで上げたことで太陽の光がキュピーンと光調が出てくれたことで、こっちも副題としてすごい役割を果たしてくれていると思います。でミラーレスの方やと、こういう写真撮るときにあんまりずっと太陽に向けすぎるとセンサー焼けって言ってセンサーが壊れることがあるので、先に目で見て構図を決めてささっと撮るようにしてください。はい、今回は藤の花の撮り方をご紹介しました。撮り方といっても意外とバリエーション少なかったんですけど、結構撮るの、難しいというか、ちょっとバリエーションを出しにくい花だと思うので、ちょっと参考にしていただければと思います。そしたら、今日はこの辺で帰りたいと思いますので、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。
しくていい。